トネクスト2016ノーリスさんブースに来ております。今回のフォトネクスト2016の出展ブースにつきまして、西村さんの方からちょっといろいろ聞かせてもらいたいと思います。ではよろしくお願いします。いつもお世話になってます能率の営業部の西林です。どうぞよろしくお願いいたします。能率ではですね、この度3月からですね、新生能率プレシジョンという会社が設立されまして、5年ぶりの出展となります。でこの度ですね、会社としてですね、久しぶりにここに出展させてもらうことによって、今まで以上にですね、写真業界に対するプレゼンスを、皆さんに発信したいなということで、スタッフ一同、お客様を出迎えている次第でございます。ご覧いただいています全体のコンセプトといたしましてですね、まずこちらに、フォトビジネスに広がるで多彩なプリントソリューションということで題しています。従来でしたらですね、能率の営業マンの各スタッフはですね、店頭受付ソフト、それからイージーコントローラー、それから銀塩ドライのプリンターを提案をしておりました。で受付端末に関しましてはですね、ここ数年、オーダーキャッチャーの頃から作ってた受付端末をずっと使っていたんですけども、我々としてはですね、今この先ですね、なかなか機械を買い替える動機に関してはですね、機械壊れたら買い替えるとかっていうお客様が非常に多いものですから、このあたりの全体的に2つのキーワードで考えていきたいと思っています。そのうち1つはですね、集客です。でもう1つは収益と、この2つの言葉をベースに今回のコンセプトになっています。パネルをご覧いただきますとですね、まず今までのちょっと切り口とちょっと違うんですけども、まず撮影するパターンがですね、消費者の方々が撮影する、記念写真と呼ばれ、記録写真と呼ばれているもの、それからもう一方で、スクールフォトをはじめですね、スポーツ写真とかブライダルとかそういったイベントを撮影される、記念写真と呼ばれるプロの方々が撮られている写真、この2つをキーワードにして、セグメントを分けております。でそれに対してですね、それはいずれもですね、一般の消費者方が注文されるわけですから、その注文されるものをですね、2つのご提案という形で記載をさせていただきます。1つは、消費者の方々が撮られている、写真をですね、いかにしてプリントに結びつけるかということで、今回スマートピクチャークリエーションというソフトウェアを発表をしています。これは実は9月にですね、フォトキナがありますので、その時にはリリースできる形にしたいと思っております。我々ですね、受付端末の方長い間作っておりませんので、この辺リニューアルして、ただですね、消費者の方々の購買意欲を発揮するためには、最初の受付から注文至るまでの最初の3画面ぐらいが非常に大きなキーを握ると思っておりましてですね、このあたりの最終ユーザビリティのところの最終詰めをやっているので、今回の出展に対しては参考出品という非常に残念な、私どもも残念な結果になっているというふうに、形になっています。で一方でこちら側のフォトグッズシステムというのが今他社さんもやってはります、スクールフォトの注文のシステムなんですけども、我々ちょっと違うところがありましてですね、とにかくお店のですね、プリンターの稼働率を上げてほしいという思いからですね、プロの撮影された画像をサーバーに上げて、そのサーバーの画像データを消費者の方々、特に忙しい毎日を過ごしておられますので、ネットでですね、24時間いつでもどこでも注文できる体制を整えて提供したいと思っています。で L 版とか 2L とか記念文字焼きの集合とか、そういったものは注文できるようになっていますけども、我々としたら、逆にフォトブックとかですね、カレンダーとかポストカードとか、そういったものも今回フォトグッズのシステムで注文できる体制を整えたいと思っております。でもう一方で、プロの撮影されている画像データをできるだけその、アルバムとしてですね、提案をしたいというふうな、こういうふうに思っています。
で我々はですね、インクジェットのプリンターで持っているデュープレックスという、まあ、両面のプリントが焼けるシステムがございますので、その両面のプリンターをアルバムにして、実際に仕上げていただくことによって、まあ、フォトブックですとですね、消費者が注文するフォトブックというのは一冊あたり、非常に安いものでコストをかける割にはあまり儲からないという商材になってますので、それをちょっと写真屋さんの価値を十分生かしてもらった商材構築としてですね、プロが撮影したっていうキーワードをベースにアルバムを作ってもらうと、まあ、こういうものを作っご紹介していただきたいというふうに思ってます。ですので、それの状態の入り口からネットで注文されてプリントに結びつける、これが我々のコンセプトに当たります。以上です。ありがとうございます。今後ますます、ね、入力から出力まで多岐にわたると思うんですけども、能力さんから目が離せませんね。以上です。はい、続きまして能力さんブース来ております。柴田さん、こちらはどういうブースになっているでしょうか。そうですね、受付端末、新しい受付端末になっています。現状ですね、他社さんが受付端末の方いろいろとバリエーションを増やしているんですけども、やはり消費者の方々のやっぱり気持ちでプリントする、需要を喚起する必要があるということで、やはり最初の3画面を重点的に、ユーザーのインターフェースを、どういった形がいいのかというのを求めて、ソフトを構築しようとしています。残念ながらですね、今回、リリースとまではいきませんでしたけども、ホトキナまでには出そうと思っています。もともと受付端末以外にですね、ネットワークでも注文をできる体制を、まあ、整えたいと思ってまして、なんていうんですかね、過去に DPX っていう我々のネットプリントシステムがありましたけども、これをですね、パソコン、それから iPad、 それからスマホ、こういったところのユーザーインターフェースとかも同じ画面にして、なおかつネットからの注文、それから店頭受付、この辺の画面も同じようにして、消費者の方々がより注文しやすいソフトを構築したいと思っております。以上です。こちらのブースはどうなっておりますでしょうか。この展示はですね、プロの人が撮影された画像をいかにして消費者の方々が注文できるシステムを作るかになっています。でそれで左側にですね、フォトグッズ販売システムということで、まあ、スマホからとかパソコンから、あるいは iPad からですね、スマートフォンから注文できる、そういうシステムを構築をしています。最近のですね、保護者の方々は非常に忙しい毎日を過ごされております。ですので、学校の掲示をされるのをなかなか見に行けないという、まあ、そういう状況になっておりますので、これをネットでですね、注文をしてやろうというのが、まあ、狙いです。で我々は通常のですね、他社と比べまして L 版とか 2L とか記念文字焼き以外にですね、フォトグッズ、要するにカレンダー、ポストカード、まあ、こういったものも商材として注文できるシステムを構築したいということで考えております。でもう一つですね、紹介したいのはこちらがフォトアルバムの作成ソフトでして、これもプロの方々が撮影された画像を実際に、まあ、アルバムを作っていただくということで、やはりお店の方々のデザイナー等々がおられますとですね、やっぱりイラストレーターとかフォトショップとか非常に、テンプレートをはめて、合成してとかっていう時間がかかりますので、それをできる限り、定型的な、テンプレートを作ることもできますし、まあ、そういったものを提供することによって新しい、アルバム作りができるというところを着目をしています。我々両面のインクジェットプリンターありますので、それでプリント出力してもらって最終的に製本までやってもらおうと、まあ、こういう、イメージで考えております。で、全てのキーワードはですね、写真展の価値を最大限に生かすということで、まあ、とにかくお店の方々の機械の稼働率を上げてもらうというのが一番基本コンセプトで我々能率としては考えています。以上です。はい、
西林さん、こちらはどうなってますでしょうか。製本機になってます。で、製本機の方なんですけども、これもですね、2つのソリューションに分かれてまして、右側はですね、こちら側の高級のアルバムの方を作成する、まあ内製もですね、できますよと。今まで外注してたものを内製できますと。もちろん片面の銀塩のペーパー以外にもですね、インクジェットの両面の方もありますので、その辺の製本をエクスプレスプラスというところの製本機を使って提案をさせてもらっています。で、一方でですね、今回新しくですね、我々の方で作りました製本機をご紹介をしたいと思います。なかなかですね、初期投資がままならありませんので、製本機をできるだけ安い単価でご購入いただいて、実際にインクジェットの両面のペーパーをですね、レイフラットといって、まあ、平面的につなぎ合わせるということで、まあ、両方をですね、テープで押さえてやりましょうと。非常にこれはですね、この製本機に関しましては、初期投資コストも安くてですね、使っている消耗品もテープと、で、周りにですね、こういった、表紙ですね、ノートチックにこういったカジュアル的なものを要素を出しまして、両面を突き合わせてやってると。で、製本機も実際に電源を100ボルトの電源とかつなぐわけでもなくてですね、本当に操作の方が簡単になってまして、消費者の方もですね、割と作業できるような、システムになっております。はい、以上です。